どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらウルトラマン X を使って裏マンジョ破壊していこうと思います。このキャラですね、多色のキャラとしては間違いなく今までで一番強いキャラになると思います。説明するまでもなくて、スキブ2個に25ターン変身のキャラで、3ターン自分の攻撃5倍、3ターン場面の7コマス変身してくれるんですけど、変身後指3つガドブレ4色4つ浮遊、まずこれで火力が出せます。バインド耐性ないのは弱点ではありますが、それでもこのね、覚醒は普通に指3秒伸ばして偉いし、火力もまあ出せると。何より強いのがこのぶっ壊れの1ターンスキルなんですけど、1ターンスキルご覧ください。こちら全ドロップを5属性プラス回復プラスお邪魔に変化できるんですよ。もうこれがなんか今までの多色の概念を変えてるキャラクターで、今まで多色をループする場合は6回除陣とかでもやっぱり2ターンなので、基本的に2体入れてあげたりとか、あとはまあルーレットループをしてあげて無理やりパズルをするとかだったと思うんだけど、エクシードは6回除はない分、5属性回復お邪魔ドロップを変化が1ターンでできるんですよ。つまり今まで多色が2枠かけていた変換ループの枠をエクシード1枚で終わらせれるんですね。盤面ロックとかが大量に来ないダンジョンだったら、このエクシードはバケモン強いんですよ。ということで今日は盤面ロックがそんなに来ないね、ダンジョンでエクシードで破壊していこうと思います。今日使う編成こんな感じです。はい、裏マンジョで使っていきます。リーダーガチャなら遅延4つ、神キラー2突にこちらリーチ武器ですね。これはまあスキブチーム HP と、あとは3色攻撃強化で軽く出してあげてます。でまあ泥強4つあるということでリーチ採用ですね。はい、まあ最悪光泥強してる場合はルフィ武器とか、まあ、それこそ有利武器とか、夜売り、間違えた、有利武器じゃなくて、合ってるね、夜売り武器で大丈夫です。はい、でロイドフィオナです。スキブアシスト無効危軽減プラス、そしてこちらエノーラ武器継承ですね。はい、泥強と封印耐性とドラゴンタイプ追加してあげてます。からのグリゴリーです。操作化耐性に遅延4つに HP 強化2突。そしてこちらエールストライカー武器継承ですね。序盤の耐久用にエールストライカーつけてあげてます。最悪暗闇耐性武器が使えます。はい。ただ指延長が絶対必須なんで、暗闇耐性プラス指延長武器が最悪使えます。はい。で、まあパッと見これね、操作化2個ついてるんでミステリオに見えるかもしれませんが、エールストライカーは完全に暗闇耐性要因でつけてあげてます。で、グリゴリの聴覚性操作化耐性の理由としては、6階層ですね。6階層でアシスト無効の後に、操作化が闇三蔵法師が飛ばしてくるんですが、まあその対策でつけてあげてます。まあ全然これは聴覚性スキブでも操作化でもどちらでも構いません。正味三蔵法師で操作化食らっても盤面30個触れるんで、全然ご了承るとは思うんで、お好きな方でどうぞ。で、ラビリルです。スキブ、チェーン4つ HP 強化プラス、そしてこちらクレハ武器で HP 爆盛りしてあげてます。ドラゴンタイプ追加プラス HP 盛り盛りです。X、遅延4つ回復、キラーにこちらルツナ武器でバインド耐性プラスドラゴンタイプ追加してあげてます。一応2ウェイはおまけで火力要因と、あとは光闇ドロ強は弱化ドロップ対策で使っていきます。ラストもサンドラです。遅延4つ回復、キラー2突に聖な武器でドラゴンタイプスキブかつ HP 持ってドロ強持ってあげてますという感じの編成ですね。ちょっと代用はこの編成結構ね、厳しめなはあるんですが、弱化ドロップ捨てたりとかすれば意外とご了承るかなとは思います。まあ今日はこちらの X をね、多色サブに入れて変換ご了承して遊んでいこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。はい、とりあえず X 打ちましょう。 X 打ってあげてからのエルサレガンダム打ちます。はい、からのラベリル打ってあげてエイストしていきます。はい、ガツダラ変身してあげて1ターン5色消して耐久しましょう。指10秒あるんで落ち着いて組んでください。こんな感じで指10秒利用してあげて落ち着いて組みます。そしたらサンドラ打ってあげて遅延発動しましょう。まず一撃これでね、エールストライクの半減スキルを利用することで耐久していきます。はい、このまま普通に耐久できてからのサンドラ打ちます。はい、で遅延入れてあげて耐久していきます。ここも余裕があればこんな感じで組んでください。でそしたらですね、もうすぐにエクシーの上が溜まるんですけど、ここで光ルテナを打ちます。はい、で光ルテナを打つことで覚醒無効回復していきましょう。はい、でからのスラーレコードも打ってあげて2ターンヘイストです。でからのここからも耐久していきます。もうこれでだいぶ指長くなってるんで落ち着いて組めます。はい、こんな感じで適当に耐久していきましょう。まあ殴りながらでも大丈夫ですし、とりあえずガチャダラ変身目指して殴っていきます。はい、なんかこのスキル貯めなきゃやばいとかはないので、なんなら突破しても問題はありません。耐久するにしても次のターンの方が絶対に耐久する価値があるので、これでしっかり殴ります。はい、11コンボ組んであげて12、13、14、15、16、17、18。さあこれでまた殴っていきます。もう一撃できない。でからのまたエクシード打ってあげて一生これで生成です。
例えばこういう風に光ルテナで光闇目覚めが発動しちゃいましたと。やっぱ76番面だからちょっと邪魔になりますよと。ごめん、多色編成だからちょっと邪魔になりますよという時でも、パイターン X を打ってあげることで確実にね、盤面を良くしていけますので、そこも安心です。はい。で、これも22コンボで殴ってあげて、はい。で、からの1コンボ組んで倒していきましょう。突破です。はい。これで倒します。さあ、続きまして2階層です。ガチャダラ変身していきましょう。どう打とっかな。とりあえずエクシード打ちます。X 打ちます。で、順番間違えたな。あ、いや、でもグリゴリー打ちます。お邪魔多いし。で、サンドラ打ちます。からのロイドフィオナ打ちます。ちなみにサンドラで若干エンハンスは全て返せます。安心。安心安全のサンドラ。で、このままダメージ無効貫通で殴っていくと。偉いよな。これでね、リダフレに着火とか食らっても一撃で返せるから、マジ安定して殴れます。ちょ、真ん中ターゲットで、無効貫通でしっかり投げていきます。ちょ、ワンパンできるならそれで大丈夫。倒していきます。さあ、続きまして、3階層です。3階層は、とりあえず、殴ります。はい。まず一発回復音消し含みながら殴ってあげて、もし回復音消しない場合は一旦4色消しに止めてあげて1ターン耐久してから突破します。でちなみになんですけど、ここでコンボ現象ですね、さっきの階層でコンボ現象をもし食らってる場合に関しては絶対ここの超根上時にあのラビリルを打てる必要があります。はい。で食らってない場合は大丈夫です。はい。でここは X 打ってあげて、回復に弱化ドロップが入ってなかった場合はこのまま倒し切ります。あと X の最強のポイント1個なんですけど、54番面でも確定で6色が組めます。54番面の生成数はこのようになります。はい、これ確定です。お邪魔2個のそれ以外全て3個ずつになりますので、 X を54番面で打った場合必ず6色陣が打てます。そうだから54だろうと必ず火力出せるのは X のめっちゃ偉いポイントですね。はい、これで倒していきましょう。えい。もし回復が今ね若干入ってる場合はラビリル打ってあげてから突破で大丈夫です。で4階層です。でもし3階層でラビリル打った場合は7階層までに溜め直してください。ここはガチャダラ打ちます。はい。ガチャダラ打ったターンはさすがに何も打つ必要はありません。 X はもちろん生成としてはすごい強いですが、そんな毎ターン毎ターン打つ必要もないです。はい。ルテナたまらない程度に空打ちしつつ殴っていきます。はい。さあ、ここもしっかりと全力コンボ組んであげて、ワンパンしていきましょう。ガツダラの属性吸収無効を利用して突破していきます。はい。23コンボでワンパンしていきましょう。で、続きまして、4階層です。4階層、間違えた、5階層です。5階層は、しっかりとサンダラの吸収無効を発動してあげて殴っていきます。結婚盤面いいので、無理にスキル打つ必要はありません。このままいきます。意外とね、やっぱね、サンドラリーダーにしてるとね、76番面だから、まあ、火力出せる場合が多いんですよ。そういう場合は無理に X 使う必要はないです。X はあくまで花火対策とか盤面欠損時の対応として最強のキャラって感じですね。はい、で、ここもしっかりとサンドラのダメージ吸収でワンパンしていきましょう。続きまして、6階層です。正直闇の方が当たりです、これ。闇の方が当たり、間違いなく。とりあえずここは、グリゴリー打ってあげてから、エクシード打ってあげて、水と木の L 字組みましょう。水と木の L 字はパズルに苦手な人は全然無理に一発目から組みに行く必要はありません。いきます。指11秒で組める自信があったらどうぞぐらいですね。はい。でまあこんな感じでまず五色消し含んであげてアシスト無効を解除しちゃいます。あ、若干ドロップ目覚めがちょっとうざいかなぐらいかな。解除できた方が強い。で、こっからはまた殴っていくだけです。ただ、なんで光が外れかっていうと、めっちゃシンプルで、闇って操作負荷なんですよ。ね。アシスト無効時に操作負荷を食らうんですけど、今回の編成 PDC とか見てもらったらわかる通り、あれなんですね。
捜索課体制をグリゴリーが直で持ってるんですよ。これエールストライクの捜索課は実はおまけで、このグリゴリーの超学生を捜索課にすることによって闇の三蔵法師が来た際にアシストの工事でも捜索課を弾けるんですよ。それに対してこの遠征もちろんね、雲体制そもそもないんかい、ないし、しかもアシスト無効時もだから当然弾けないんですよね。だそれが痛いって感じで、ここラビリル打ちましょう。でからのエクシード打ってあげて殴ります。だからそういう点からも素作をね打ってくるね、三蔵法師の方が偉いです。闇三蔵法師の方が楽です。はい、とにかく雲のタイミングはもう6色を見せらないようになきゃ殴っていきましょう。最悪6色見せらなければどうにでもなるので、そう、もう6色を意識してね必ず組んでいきます。でここもしっかりとワンパンしていきましょ う、 もうとにかく6色消した気見せらないようにしていきましょう。封印は 100% です。はい、で芝居です。はいね、十字があればちょっと楽なんだけどね、十字ないからうざいですね。コンボまずは3回組みましょう。はい、1コンボ、そしたら超根性まで削ります。なんかエクシード溜まってるけど荒打ちしとくか、じゃあなしとくか、いきましょう。でまず一撃殴ります。火、水、火、光、闇、回復、 OK。 これでまずはしっかりと超根性まで殴りましょう。13、14、余裕で削れると思います。16、さあこれで超根性まで削ってあげて、からの超根性時にグリゴリーからエクシード打ってあげてワンパンしていきます。はい、まずグリゴリー打って軽減ループ開始、エクシード打って生成振ります。いきましょう。とりあえず落ち着いて組みましょう。これでしっかりとコンボ現象は食らいますが、その分盤面いっぱい組んであげて6色消し含む全力コンボです。さあこれでワンパンしていきましょう。突破です。 OK。 さあ続きまして9階層です。孫悟空はガチャダラ打ってあげてワンパンですが、まあ、ルーレットはうざい、うざいはうざい、あただうざいからなんだって話なんで、ガチャダラ打ってワンパンしていきましょう。いきます。はい、これでしっかりと回復音消し含みながらの全力コンボ組んでいきます。15、16、17、これでしっかりとワンパンしていきます。え、続きまして10階層です。ここはルーレット消せれるならできれば消したいのでちょっと耐久します。はい、本当はもちろんワンパンしたいんですけどちょっと我慢します。これでまずまあロイドフィオナ打ってあげて、空打つは怖いな。とりあえずエクシード打ってあげて、ラビリル打ってあげて、パンダロも打ってあげて1ターン耐久します。はい、いきます。でも死ぬことはないでしょうけど、ミスりたくないんでしっかり落ち着いて決めます。4色組めてれば最悪耐えれるとは思います。はい、でお前一撃でヘイストしろよ、一撃でヘイストプリーズ、一撃でヘイスト、あ、半分までいっちゃったパターン、半分までいっちゃったパターンはもう仕方ないんでルーレット共存していきましょう。仕方ない、時に人間は仕方ないと割り切ることも大事ということをね、今回の動画ではみんなに伝えたかった。時に人間は仕方ないんだよ、全ての物事がうまくいくと思うな、時には仕方ないこともある。はい、ロイドフィオナ打ってあげてダメージ無効貫通でしっかりと5色組んで倒していきましょう。まあでもルーレットあっても実は意外とどうにかなるんですよ。はい、これで倒していきます。でもルーレットって別にね、うまいこと使えれば逆に便利だしね。これはさすがに1ターン待ちます。はい、1ターン待ってから倒しましょう。このパズルを組み切る自信は1ミリもないので1ターン待ってあげて、でからのガチャダラ打って突破していきましょう。はい、ガチャダラ打ちます。
ワンパンしていきましょう。全力で組むぞ。はい、でまあしっかりこのままガチャダラのダメージ無効貫通含んであげて19コンボです。はい、でこれで全力で殴ってあげてワンパンしていきましょう。突破です。 OK。 おい待って、だからエクシードがすぐ溜まるのやめろ。ただまあ今回に至ってはあ空打ちしとくか、うん、一瞬意外と邪魔にならないかなと思ったけど、ヒューマオ対策で早いですね、溜まるのが。さすが、はい、これでまず一発殴っていきましょう。何に時の吸収はご了承できる。どうで一撃殴ります。まっちゃん倒しきれそう。マジでサンドラが溜まってるのが一番やばい。セーナ武器って結構重いはずなんですけど、俺スキルマつけてる、もしかしてこれ。あ、俺スキルマつけてるんだ、なるほどね。これは溜まりやすいわ。え、そうだよね、スキルマだよな、これ。スキルベ1だったらこんな溜まんないよね。セーナ武器ってスキルベあったよね。もう分かんねえがいいわ。むずい話やめよう。多分ちょっと溜まりやすすぎるんで、なんか多分おかしい。あ、違う、あれじゃん。エリアスでエイストもらっただけやん。そうだ。これさ、めっちゃ頑張れば倒しきれたりしないの。ガチャダラ打つしかないよね。ガチャダラ打ちます。はい、でまあ次牛魔王くんなよっていう圧をかけながら殴っていきます。何度も言いますが、牛魔王は死なないですが、うざいです。単純に別に負けたりはしないけど、うざいから嫌いだけ。一番いいのはやっぱあれじゃない、ダメージ吸収の人じゃない。風神が一番いい。はい、これで倒します。さあ続きまして13。お、風神いいですね。これは普通にサンダラ貯めてから突破するだけです。3は待ちます。はい、エクシード打ちましょう。このジャッカエンハンスもね、すべてサンダラで返せますので、サンダラ最強という話ですね。はい、これで火水木光屋に組んであげて、まあ、ここら辺から気をつけるのはパズルミスと、あとはダメージ軽減の打ち合わせですね。そこは気をつけてください。若干メイさん山々降ってきてますけど、まあ倒しきれるでしょう。いきます。いきます。はい、エクシード打ってあげて、サンドラ打ってあげて殴りましょう。いきます。はい、ワンパンチャレンジ。スキルで指ない。あ、まさか平な武器。何で指長いの、これ分かんないけど、指長いんで落ち着いてみます。平な武器は絶対平な武器だ。残り3ターンだ。でも平な武器に感謝しながらこれでワンパンしていきましょう。ナイス。さあ続きましてボス1。ここはラビリル打って破壊するだけです。ラビリル打っちゃいましょう。76に戻します。クビン。ルーレットはまあどっちでもいいかな。でまあ一旦エクシードからのアフィオナ打ってあげて殴ります。どうせワンパンはできるとは思うけど、ちゃんと殴りましょう。パズルミスは怖いしね。やばそうだ。はい、まあこれでいいっすね。こんな感じで一旦まずは盤面全力組んであげて、 X の生成を利用しながら19コンボで、そしてさらにロイドフィアノの無効貫通を利用しながら殴っていきます。さあこれでワンパンできると思います。突破。続きましてボス2です。
お次はグリゴリー、エッグシールド、ガチダラの順番で打ちましょう。はい、まずはガチダラの無効貫通で削っていきます。だいたいね、削れる割合としては 21% ぐらいなんですけど、ちょっと今回まさかの聖な武器が溜まっていたことによって、なんか微妙にエンハンスが入ってるんですよ。だちょっと余分に本来よりは削れるはず。なかなかレアケースなんです。いきます。テナにめっちゃ感謝しながらめっちゃいいパズル組みます。これで水と火の T 字含みながらの毒食消し18コンボ、これはいい感じに削れるでしょ。さすがにめちゃくちゃ削れてる。ナイスナイス。あ、でも言うてまあ 21% ぐらいですね。そんなに削れてない。あ、そらそうか、サンドラはすぐ乾燥するし、ガツダラもすぐ乾燥するんで、そんなには変わんないですね、間接的に火力は。うん、でここもしっかり殴ります。いきましょう。一旦油断をしないこと、殴り続けます。指11秒を利用してあげて、とにかく6色を組む。困ったらとりあえず6色組んどいてください。もう絶対にさあどうにかなるんで、コンボ現象もね、リダフレ8コンボ加算あるんで、とにかくもうとにかく6色を組む、それが大事です。はい、そしたらこのまま半分まで持っていきましょう。エクシード打ちます。あ、盤面ジャッカ、盤面ジャッカじゃない、あれ食らっちゃった。あ、でもナイスナイス、いい色ある？火、水、木、光、闇ありますね。ダロイドフィオナ打ってあげて、交換生成。遠くらいにがほぼ意味をなしてない。いきます。こういうのちょ。はい。ないですか。ちょっとパズルミスといえばパズルミスなんですけど、あ、とりあえずこれで殴りましょう。18コンボ、まあ、もちろんこれで削り切れたらラッキーですし、削り切れなかったら通販すればいいし、これで削り切れる火力を持ってるんですよね、この編成は。だから強い。うん、ディロイドフューナーは遅延食らいますが全然大丈夫です。はい、でこの耐久のための編成、もう悪しくない調整正直で。どうしよっかな、まあもうガチャダラ使っちゃいます。まだいいか。まずエクシードで空打ちしましょう、一発。で、殴ります。回復優先でいきます。いらない。いいね、うん、これで、まずは回復優先してあげて全力殴りしましょう。こちらのコンボです。で、敵が木のうちにしっかり削りに行きたいので、ここはもうガチャダラからのサンダラ打ってあげて全力殴りしましょう。シードから打ち、ガチャダラからのサンドラ、これは全力でいきます。の、以上できれば組みたいんですけど、火はありますね。行きましょう。組めます？問題は。正直そこだな。挑戦してみよう。行きます。すごい丁寧なパズル。とにかくパズルミスを避けるためだけにゆっくり組んであげて、はい、もう最小限のコンボですが16コンボです。さあこれで T 字含みながらまた殴ります。めっちゃいい火力、ナイス。でラビリルも溜まってるんで、まあ大丈夫だと思いますが、油断はせずにいきましょう。シード打ちます。はい、基本消し含みながらの最小限パズルします。ヒドレ OK します。うん、これでまず一撃耐久パズル、まあまあ超根性削りすぎて白鏡入るとかじゃない限りは何でもいいよ。うん、ナイス、オッケー。しかもちょうどいいね、最後盤面も悪いから、これ X で上書きしま、 X 打ちます。ちょ、これでさ、本当に欠損するはなしにしような。これ別に X 打たなくても盤面色あんのか。いや、取れ高、
いけます。 X 打ちます。はい、OK、大丈夫でしたね。だからのまあロイドフィオナ打ってあげて、これでしっかり倒していきましょうか。いきます。ちゃんと火力出すよ。いきます。これでしっかりと6色含みながら水は T 字含んであげて、ちゃんと火力出してあげて16、17、ロイドフィオナの無効貫通スキル発動していますので、2コンボ加算含んだ20コンボで突破していきましょう。ということで今回はですね、 X を使ってガチャドラサンドラ編成で裏マンジョを破壊する動画でした。 X いかがだったでしょうか。まあこんな感じですね。もちろん今回76編成で使ったんで、それでもね生成めっちゃ強いし、何より途中の54番目の時とかもね X1 枚で確実に返せたりとか、欠損時の対策もできたりとか、すごい優秀なキャラクターになっていると思います。はい、まあ、変身後にバインドがないのが1個残念ではありますが、それでもね指3秒伸ばせて火力出せて、しかも5属性回復お邪魔ドロップを生成、強すぎです。これこんな7色陣が1ターンで打てるのはマジでぶっ壊れなんで、もし取れた人はね必ず X ね大事にしておいてください。ということで今回はウルトラマン X で裏マンジョを破壊する動画でした。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。